僕が、初めてエレキギターを手にしたのがですね、中1の冬頃だった。なんか親友の家でですね、親友のそのお父さんのオリンピックファイトのソラタキャスターをこっそり借りて、鏡の前に立った時にですね、めちゃくちゃ電撃が走ったのをずっと覚えてて、いまだにあの時なんか重みとか、当時まだ体もちっちゃかったんで、あのなんか衝撃が忘れられずに、そのまま中2のお年玉で自分で3トンサンバーストのソラトを買って、そこからもう狂ったように学生時代はギターを弾き狂って、でなんだろう、それからこう大学に行って、まあこの「神はサイコロ振らない」っていうバンドが始まって、まあこの4人でギターを組んで、すごくいろんなことがあったんですけど、めっちゃこうなんだろう、幸せでやりがいのあることもの方が多かったですけど、その中にはやっぱりこう乗り越えてきた壁もあるし、なんか僕らも何度かやっぱりこうバラバラになりかけた瞬間とかもありました。ただなんかそんな時も、まあ、メンバーでこう活気叩き合って、なんとかこう今こういうふうにじゃあの世界でこう戦わせていただけてるということで、なんか人生にはいろいろいろんなことが起きますし、それも全部なんかこうなくていいことなんて多分何一つとしてなくて、全部がこう積み重なって今があると思うので、なんか楽しかったことも辛かったことも苦しかったことも全部組み込みで、自分の人生だなと、そういうふうな自分の人生そのものを、楽曲に映し込んだような作品です。